おはがろうございます。本日は岐阜県にあるフェイズ多治見店さんにお邪魔しております。岩木浩一さんがイメージタレントを務めてらっしゃるということで、ギガゴーストやっと売ってます。ゲットできました。この台なので早速、1枚目入れて、で今回からギガゴーストも通常の U タイムありの月光も、まあ、どっちも売って、どっちも100万円ずつ売ったら収支はどうなるのかっていう検証をしていきたいと思います。で視聴者さんも参加型の予想とかプレゼントが当たるみたいな、場合によっては私の罰ゲームだったりご褒美だったりというのも考えながらやっていこうかなと思っていますので、これからもお付き合いよろしくお願いしますということで、もう打ってますけど今日も一日頑張ろうです。このケージ多治見店さんはあのギガゴースト12台入ってます。してると、あ、必ず戻る来ました一応リールも回ってないし、トライアングルの先読みもないし、図柄の先読みもないですね。まあでも必ず戻る保留も保留昇格ゾーンと同じぐらいよく出てよく当たりに絡むんで、ちょっと期待しましょう。調子悪い時って必ず戻る保留すらも出てこないですからね。はい、金賞スタートいいですね。80ゲーム必ず戻る保留、でもエイジガロっていうのがちょっと嫌かな。投資は 4.5K の上皿はそこそこあります。まあ、前後金シャンだったのでこれは絶対ぎじると思います。まあ、ぎじるときにぎじな保留獲得欲しいかな、獲得してほしいかな、ライガ君。まあここ青でも赤でもポコチン柄でもそんな大差はないと思います。まあポコチン柄だとね、あのガロ SP 濃厚ってぐらいで、しかもここのポコチン柄あんま当たんないんで、まあ、絆保留獲得できず、まあ、もちろんギジさんは来ました。さあギジさんの時の演出が大切。エイジガロのまんまでした。待望以上。やっぱりね、エイジガロから出てくるのは待望が多い。本当に炎も一度付け、まあ、今のところガロ SP 発展要素はないと思われます。はい、甲賀召喚に、あ、おお、いったいった、いいよいいよ、おお、いいですね。ギガゴースト実戦で初のフェイスオブガロ。でやっぱ色ないんですよね、ここが緑ぐらいなんで。おお、ちょっと待って、待望からのピンフォグ来ました。まあ、甲が召喚だったので、まあ、本当はライが牙に行けば濃厚だと思われたんですけども、でタイガに行けばチャンスアップだったんですけど、ちょっと甲がに行っちゃいました。タイトルの色、青からの、やばくない？いや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 、ピーフォーク出たて、ピーフォーク出たて、青帯はダメでしょう。この間と同じ展開じゃないですか、ピーフォーク朝一外すっていう。なんもない、しかもチャンスアップなんもない。ボタン、あ、出た。うおいや、まあダメだよね、だってタイトル青だもん。なんでピーフォグ出たんだもん頑張ろう。ガロー剣来ないかな。リール回ってる時にガロー剣来たら刺さるの濃厚です。おっしゃ来た、はい、ありがとうございます。200ゲーム赤地道、え、ちょっと待って、リールは青でした。ガロー剣保留からの赤チャンス、投資は11,000円。やっぱこうシャンシャン具合はね、ギガゴーストの方が綺麗だな、画面大きいから。絆獲得していきたいですね、岸ギジの時に。ここでのチャンスアップはまだなし。甲賀タイトルの色は、
緑、まあここは青でも緑でも赤でも大差ないです。あ、賛成柄ね、賛成柄でも過度な期待はできない、絆獲得はなし。さあ、議事さんの時に良き予告をお願いしたいですね。奇数転廃とかに変わらないかな。いや、黒柄か、待望。どうしてあなた出てきちゃったの。もう、まあ、炎も一度付けですね。ちょっと雲行きが怪しくなってまいりました。甲賀召喚、甲賀召喚は大賀さん行けば濃厚だと言われております。あ、本は回避、アニメ発展、扉赤いんでチャンスです。で、カオルさんもいますね。ここ全部ね金色なんですよね。他の色見たことないんで、シダの時も。で、ここも緑しか出ないんだよな。おお、本日2度目のピーフォーグ来ました。アスモさん、頼むぜ頼むぜ頼むぜ、2回もピーフォーグを外したくない。あ、歌詞2番赤隊、これはいけるでしょう。バロザイって入るのかな。入った入った。青なんでもう一回いきます。青の場合は必ずもう一回いきます。緑か赤まで来てほしい。超えてないですね。いや、大丈夫だと思うけど。ボタンない。いや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 、多分復活、復活だよね。赤帯歌詞2番やぞ。ちょっとトイレ行ってきます。お、必ず戻る。はい、230ゲーム必ず戻る保留です。お、いきなり白ガロいいんじゃないですか。ハイボー、おいしきじったきじった、いいですね。投資は12,500円、上ザロはもうありません。はい、解剖出てタイプ、まあ、もう一回ゲジると思います。よし、絆獲得していこう。ちょっとさすがにピーフォーク2回外してるんで、やっぱ絆ルートでピーフォークじゃないとダメかな。まあ、一応パパで赤ですね。まあ、これはギジさんは行くと思います。これギジかな。はい、あー、絆獲得せず、まあ、もやし天運ぐらいは欲しいかな。結構この台手強そうだからな。相当激アツ絡まないと辛そう。続くとかでもいいんだけど。黄金騎士か、微妙。一応赤カットインですね。まあ、今までは上にしまエンブレムしまってカットインだったんですけど、今回は下からせり上がってカットインっていうことになってます。いや、もうやめてよ、こうがもう岐阜県に今今日岐阜、あ、じゃあ橋2番、はい、青たないんで無理です。まあ、歌詞2番だけじゃね、フォント青帯は崩せないですよ。まあ、吠えるわけないですよね、この状態じゃね。怖いな、この台。言うタイムないプレッシャーに今負けてるんで、強い気持ちで挑みます。はい、リールは緑、357ゲーム。もうね、あっという間に確率分布超えちゃったんで、できるだけ早く当てたい。U タイムなんてございません、ギガゴースト。投資は19,000円。いいですね、アイテムは赤、アイテムは金だと濃厚らしいです。金はないか。あ、魔剣士出てる、ガロ系いきます。よし、あとはフォンしないことですね。もうほんとね、冬の
本祭りなんていらないから、まあ、二度漬けしよう。二度漬けしないか、怖いな。さあ召喚はライガ君、まあ、ライガ君召喚だとアースモディ行くと濃厚って言われてますけどね。よし、アニメ経由本は回避です。いいね、このカオルのいいねだとじゃあのチャンスです。まあ、でもキャラは黒丸で緑、まあ、発展資産のチャンスぐらいなんで、まあ、大丈夫だと思うんですけど、この辺はあんまり気にしなくても。アニメの時は、まあ、絆の元を獲得することの方を意識した方がいいですね。ダン久しぶり、フェイスオブガロ。なんでね、色の法則なくしちゃったんだろうな。あー、ライガータイトル何色かな。まあ、今日歌詞2番が2回も出てるので、歌詞は1番、あ、赤になりました。なくはないよ、とりあえず1回当てたい。ボタンない。あー、マジっすか、頑張ろう。はい、今日のご飯は、勝てるようにナスとチキンカツのカレーです。いただきます。1月30日フェイズ多治見さんの店内状況です。まずガロ、ガロはもうギガゴーストそうですね、朝一もうすぐに埋まって満席で、箱もすごい積んでますね。でエヴァンゲリオン、エヴァももう満席でずっと常時フル稼働。はい、続きまして沖海5、あのお年寄りから若い方まで朝からほぼほぼ全埋まりで箱も積んでる感じです。はい、じゃあ続きまして新体ホヤホヤのレールガンです。レールガンも朝から全埋まりで、今すごいですね、大当たり21回ついてる台もあります。すいません、今お昼から帰ってきて、あの3枚目って言ってお金入れたんですけど、ごめんなさい、私カメラのボタンを押し忘れてて全く取れてなかったです。383ゲームで3枚目です。今お昼ご飯、あのお店の並びにある金沢カレー食べてきたんですけど、そこがめちゃくちゃ美味しくて、もしかも結構安くて感動的だったので、皆さんケーズ多治見店さんに遊びに来た時にはぜひ金沢カレー屋さん行ってみてください。社長的おすすめのトッピングは揚げナスとチキンカツです。はい、必ず戻る保留来ました。まあ、でも必ず戻る保留来たんですけど、先読み一切ない。はい、545ゲーム必ず戻る保留、火柱来たのでガル SP は濃厚だと思います。黒の列車だって最悪、大丈夫かよ。いやー、黒の列車当たんないんだよな最近。カットイン、カットイン。スザクまで行かないよね。銀枠巨峰星は 2.5。これはどうでしょう。いや、久しぶりのガロ SP ですよ。前回ガロ SP 来たの357回転なんで、まあ、200回転ちょっとしたのに、なんて青たいですか。歌詞は1番です。もう絶望的としか言いようがないです。もう多分カットすると思うんで、なんか変な話しようかな。いや、まあ前回弾薬の山本翔太君40歳ぐらいって言ってたじゃないですか。それがまあ結局38歳で、あれなんですよ、甲賀役の小西良生さんがもうすぐ40歳、まあ現在39歳っていう感じ。えっ、あ、どうした、えちょっと今隣の視聴者さんと思わず、え、本だよ、あ、本じゃなかった、銀河区の巨峰だよ、青だよ、しかも青帯だよ。めちゃくちゃどうでもいい話してたわ今。こっからです、ガロは500はめたからね。水柄だったのか。
ギガゴーストのいいところは単発でも出玉が少し増えて、まあ、900発いかないぐらい取れます。あと薄いですが 6% で単発と見せかけてのラウンド昇格で6ラウンド各変というものがございますので、それにかけたいですね。突入率 3% 上がってるからね、ここしかいいとこないからね。ギガゴーストはお願いします。せーの、ギガゴーストにも天国モードはあります。お、あ、赤い赤いリール赤の指導時赤チャンスなんで、ガロスピー行きますかね。リール赤なんで、まあ前も言ってますけど、リール赤でも過度な期待は禁物、上に激圧があります。さあ60ゲーム持ち玉です。解剖ゲージしたんでいい感じですね、解剖回避。あ、ポコチン出た、ポコチン魔獣一番下だけど、まあいいか、細胞を覗いたら。あ、すごい今ボタンめっちゃバイブしてます。心地いいは何だったのかな。はい、ライガ君コンはやめて、あ、震えてる、オッケー、コン回避です。まあただ、ライガ召喚だったのでコウガに行けば濃厚、多分これも緑扱いなんでコウガ行けば濃厚。おお、いいじゃないですか、天国モードじゃないそうですね、ライガさんで牙なんでチャンスアップではないです。まあでもピーフォーが入ったんで、よっしゃ、かい、これは外したらいかんばいさっき外したけどさ、さっきなんか外したよね。よし、おめめも入ってる、あの歌詞は1番だけどガローズアイも入ってるんでいけると思うけど、肌なきた気持ちダメかな。おめめ緑、おめめ赤までいってほしい。あ、もうトラック来ちゃうか、ボタンください。ピーホーグ3回外すとかやだよ1日。オッケーやっと当てれたよ、ボタン押して。あ、めっちゃブルブルしてる。天国モードはあります。おぼかたさん、わかりますか、おぼかたさん、おぼかたはるこさん。60ゲーム、いいよいいよ、早いよ。あとは若ちゃんを引くのみ。あ、また虹ガーラだったのか軽いよ、虹ガーラ止まるまでわからんよ。3、2、ジャキーン、6% とかね、結構引けるんで、嫌な 6% とかはよく引けますね。そのさ、なんか、姿勢チャージのパーセンテージ低い8ラウンドとかも結構引く。シンフォギアのラウンド振り分けのすごい薄いとことかもよく引く。ガロでも引いてていいよ。6ラウンド、マカちゃん引いてていいよ。もう一回、天国モードに行きます。第1期のガロね。お、待って、消そうかなと思ったら黒の列車来ました。50ゲームいきなり黒の列車来ました。びっくりした、またびっくりあったりしないか。お、金枠になります。お、巨歩まで行った。あー、金枠巨歩、まあタイトル次第、タイトル次第って、さっきタイトル青でも当たったからな、なんかちょっとバランス、もしかしてギガゴーストと違ったりとかするのかな。今日がいかんせんホールで初打ちなんで、ちょっと挙動がよく分かんないんですよね、青あれ、あ、歌詞2番、青帯で歌詞2番ってどうなんだ。バロゾエ入んないかい、バロゾエボインレイとか来ないかい。あ、バロザイ来た、もう一回来ます、青なんで、青だと必ずもう一回来ます。超えてない、ないよね、超えてない今カコーンのとさ、お隣のお隣のポピーポピーが重なって一瞬当たったのかと思っちゃった騒がしいのはいい、こっちゃい。あ、赤い、黒の
の列車行きます。82ゲームだったかな。あのね、なんか妖精みたいな子が赤い時って黒の列車待つ。おい、いいよいいよいいよ。ミーマークアスモ、あーびっくりするフェイスオブガロちょっとびっくりする。いつもねエンブレムになれてたから。私の尊敬するねパチセブンのセセリ先生が金枠スモよりも、金枠だったらスモよりも牙の方が期待度高いんじゃないかっておっしゃってたんですよね。どうなんですかね。おバロズワイ入った。もう一回いきます。青だったんで赤濃い赤、バロズワイ赤濃い赤、緑、はい。やっぱ金枠は牙の方がいいのかな、どうなんですかね。復活とかしない、なんかガロあんまり復活しないですよね。別に復活してもマカちゃん濃厚じゃないのに。ユニコーンとかね復活したらユニコーンラッシュ濃厚なんでなかなか出ないのはわかるんですけど、4枚目ね今、まあ、とりあえずマカちゃん1回入れたい、1回入れなきゃダメでしょっていう、まあ、とりあえず私は気が済むまで回しそうと思います。5枚目、頑張っていきましょう。はい、お赤ちゃん、あしかも保留も変化した。あやったーやったじゃない、でもお顔なんでまだガロ SP 濃厚ではないです。359ゲーム、指導時赤ちゃんすから、あ OKOKOK、 翼人までなった。投資は41,000円あオープニングですね。あしかも赤い、いいんじゃない、いいですよ。赤オープニングはあんまり本は連れてこないと思います。お願いします。これも本当延長して延長、あしかもタイが召喚なんでなかなか本はしない、本したとしてもこんなにあれですよ、がっかりパターンじゃない。しかも完成しました、ミラージュ、ミラージュじゃない、フェイスオブガロ赤い、全長赤いです。あお顔はなかったです。あと法則崩れも起こらず、まあタイが召喚でタイガに巨峰リーチいっちゃいました。さあタイトルの色、あと保留の色も変わってほしいですね。青からやめろはい、歌詞2番入ってます。うわー頼むよー、ガロズワイ、ガロズワイ、あ来た来た、もう1回来ます。青なんで緑か、超えてはない、ボタン OK、 当たったよし、青帯の呪いを解きましたよ、よかった、よくない、ここからです、はい、一図柄か、頑張ろう。さあこれこれにかかっとるでマジで、三連単、三連単、いやもうこれじゃ帰れないんですよ。うわあやらかした。まあ持ち玉一応ねあるんでそれだけ打ちます。267ゲームまで回しました。やめます。こんなんでした。昨日ね前日42回大当たりしてたんですよ、まあ、24連とかしてて、まあ、今日は大当たり3回、お疲れ様です。初めてのギガゴースト収録でしたけども、趣旨の方を発表します。投資の方が5万円で回収の方が0、収支はマイナス5万円となりました。まあ、とにかく初当たりが500以上ハマっちゃっていつもいつも U タイム行ってることすごい
頭によぎっちゃって、その気持ち負けかなと思います。今日はいいところといえば、まあ、単発でも出玉が、まあ、一応900玉ないぐらいは手元に残るので、多少は回せるところはすごい助かったなと思いました。でも本当周りの方はねすごい出てたので、もう私と隣の視聴者さんだけでした。台選びを間違ってたのかなと思います。はい、というわけで初戦敗退でしたけども、またぜひ来週も見てください。では本日も最後までご視聴の方ありがとうございました。それでは新幹線で関東まで帰ります。バイバイ、また見てね。